そのカーボン全張り規格はここハセプロのジャパンクオリティから成り立っています。社長、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。ということで、お正月特別企画としまして、ハセプロの歴史を紐解いてみたいと思います。で、社長、はい、この後ろにある車なんですが、はい、全張りの途中なんですが、はい、あまり新しい車じゃないですよね。平成8年型のマツダのボンゴフレンディっていう、ああ屋根が開くやつですね。まあ、私的にはすごい思い入れのある車で、要はこの屋根が開くっていうのにすごいこうミソがありまして、あの当時まだハセプロっていうとね、小さな本当にガレージのようなところが始まったんで、私がこれ当時は本当にこの車に乗ってね、それこそ今川崎市に我々も乗ってますけど、あのなんかショップ一覧とかそういうのを見ながら、この上で寝泊まりしながら、はい、この上の開くところで、そうですね、はい、まあ、そういういろんな思い、まあ、思い出があるっていうんですかね、まあ、私が言うのもなんですけど、ハセプロの歴史みたいなね、はい、あの一つの象徴にしたいんで、まあえて今うちがメインに扱っているマジカルカーボンとマジカルアートシートというね、はい、カーボン柄のシートで、はい、全部貼り直して、はい、レストアして飾りたいなと思って今やってる次第です。そうですね、はい、それだけね、あの思い出が詰まってる車でしたら、そうですね、この車がなかった今のハセプロがここまで来れたかどうかもわからないぐらい本当に活躍してくれたんでね、日本全国いろんなとこ走ってくれたし、やっぱりこれだけ苦労があったんでいい商品ができてるのかなとすごく思ったんですが、どうですかね。そうですね、あの昔からの言葉でね、はい、その若い時の苦労は買うてでもせえとか ね、 そ, うですね、 そ, うですね、でそれはまあ本当に僕もそう思います。今回のこのマジカルカーボンシリーズっていうんですかね、あの国際パテントという形でね、はい、いろんな国でやっぱり特許も取ってますし、はい、US パテントね、アメリカの特許が降り立ってすごい大きくて、じゃあまたこれから頑張って言っていただければと思いますか。そうですね、あのやっぱりせっかくメイドインジャパンの商品でね、はい、日本製で特許取ってますんで、やっぱりそこはね、あの日本の商品はすごいんだよと、そういうのもアピールする意味で、はい、やっぱり日本のドライバーで世界チャンピオンまで行ったね、新井さんとね、なんかどこまでできるかって、まあ、確約はできないですけど、いろんなコラボレーションしながらやっていけたら、あのおのずといい展開になるんじゃないかなと。ところであなたは何やってるんですかまたですか、今年もこの線ですか。いや、これ何、今年もこの路線で行くんですか。本当にお前ちゃんと教えたんだから今年勝てよ、分かってる。